もハッピーバレンタインデー。いやもうちょっとでね、あチョコ忘れちゃった、ごめんね。チョコで、いや思ったんですけどね、ないかなって思ったんですけどね、ギリの持ってくればよかったね。いやもう全然本当に本命でも全然10個ぐらいもう全然大丈夫です。来世に期待してます。来世に期待して。来世いっぱいすごいの作るから。あ本当ですか、うん、でそれ来世ですよね。それ来世に期待してもらえれば、そうですね、シグさんじゃないです、来世の人頑張るんですよ、それ来世の人に。何ですか来世、何か来世って何ですか来世。ちょっと言ってみたかった。来世、来世か、来世ですね。ずっと間違えてたわ。よくわかんないです。わかんないですけど、ちょっと正解は。まあ、いっか。はい、大丈夫です。はい、そんな感じでね。空気の説明してもらっていいですか。空気の説明ってなんか。ここが綺麗だよっていう説明をね。まあ、ちょっと今ですね、結構ニュースでもやっている、まあ、オミクロン株ね、はい、とか言われている中ですけど、まあ、トレイフレッシュという、はい、ものを使って、ものを使ってて、まあ、ちゃんと空気の、うん、綺麗にしてると待って待って待ってこれなんかもう2年目に突入してからトレイルフレッシュの説明がちょっと雑になってきてるよね。どんどんなんかそうなんです。いやちゃんとやってますよ。慣れってすごいよね。これ14回目なんですよ、僕もこれ説明が、うん、逆にもこれ業者なのかっていうぐらいなんですけど、まあちょっとしっかりと換気もしてますし、うん、こういうふうにアクリル板があるのでマイクして、ま、マスクしてないという、はい、まあ、クリーンな感じでねお届けしてるんですけど、山の上みたいなね、うん、暗い空気を綺麗な状態でやってるので、はい、ね、見てる方も安心してそうですねいただければなと思います、はい、思います。あね、それちょっと気になったんだけど何。いや怒んないです。なんかおもちゃをなんかね、おもちゃとかこういうのちょいちょいなんか置いてくるらしいんで。なるほどね。まあちょっと使っていこうかなと。いやちょっとそれ使いたいな。むしろこれで多分最後かもしれないですけどね、今使ったのが。好きな下着の色は黒である。あ、丸それです。いやいや誰が答えるんですか。知らない。それ誰が答えるんですか。全然趣旨変わっちゃいますけど ね、 そうね。じゃあお願いします。タイトルをお願いします。はい、それでは初心者からプロへ、シノ&ユーマのエコステチャンネル。今日はね、カメラです。あ、私できてないや、逆、はい、いやいや、ひし形のカメラ、どんなカメラですか。こうか、こうじゃないですか。こうか、はい、うん、この辺はね、なってないし。なってないし。なになに、こうですよ。こういると、そうじゃないですか。え、こうじゃないの。あ、そうそう、どっちもいいですけど、なんかもうわかんない。まあいいですよ。でね、なんで今日これかというと、はい、合ってるかな、はい、ね、なんでこれかというと、カツサンドですか。カツサンド、カツサンド好きだけど、好きですけど、うん、はい、さっきも食べようと思ったけどさ、ね、尺なくなっちゃう、悩んでましたけど、はい、そう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 、今日はですね、ちょっと今までとは異色、そうですね、まあ、初のジャンルっすね、うん、そうですね、はい、アーティストの方はね、いらしていただいたことありましたけど、そうですね、今まで、ね、美容関係だったり、うん、まあ、最近は結構経営者っていう方、そうですね、経営者の方が多いし、はい、まあ、多いですね、うん、まあ、共通点としてはね、もともとお勤めされてから独立とか、はい、そうですね、副業していてっていう方が非常に多かったんです。今回はかなりジャンルが、はい、別でありますね。ちょっとご紹介しちゃっていいですかね、はい、じゃあダメです。あ、じゃあちょっと、好きな色はピンクである。いや、ピンクだと気持ち悪いの。紫ですかね、紫ですか、知らないけど、はい、じゃあお願いします。はい、じゃあご紹介させていただきたいと思います。はい、本日お呼びしているのは映画監督をされていらっしゃる丹野裕太さんという方をお招きしております。丹野裕太さんはですね、もともとサラリーマンをされていた、そういうことなんですけれども、好きな業界にということで脱サラをされて映画監督をされているという異色の経歴の方になっています。うん、これまでに2つの賞を受賞していらっしゃいまして、そこに関しても後でじっくりお聞きしたいんですけれども、一つは主演女優賞ということで出ていらっしゃる女優さんの方が賞を取られている。あともう一つは短編賞も受賞していらっしゃることで、まだお若いんですが精力的に活動されていらっしゃる方になります。それでは丹野裕太さんお呼びいたし、あ、先にね、お呼びする前に、はい、分かってますよ、ね、ちゃんと、まあ、前に聞いてた聞いてた、結構今スタッフざわざわしましたけど大丈夫ですか。大丈夫大丈夫、はいはい、お呼びする前に、前にですね、はい、どんな方かどんな作品を作ってるのかっていうのをイメージしやすいように一本あのねムービーをね見ていただきたいと思っております。よろしくお願いします。はい、赤ん坊が泣かなくなったら世紀末だなんて誰かが言ったみたいだけど、今の赤ん坊はもう泣かない。みんな表情をなくして生まれてくるのだから。今日からまた新しいプログラムが始まる。
ございました。そして丹野裕太さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっていただいてすいません、合わせていただいて、やらなきゃいけないと思って。いや、義務感になっちゃうね。すいません、浅はかなギャグです。とんでもないです、ね、最高です。ありがとうございます、はい、ね、今ね、素敵でしたね。うん、なんかこう、雰囲気がありがとうございます、ね、もう雰囲気をすごい考えて撮ったやつなので、うん、まあ、雰囲気負けしないような、はい、内容になってますので、ちょっと次見ていただけるときはちょっと楽しみいただければと思います。そうですね、まだね、あの公開は決まってないものの、はい、うん、予定ですと2022年、そうですね、今年、うん、公開できればと思ってまして、うん、去年できたばっかりなので、うん、まあ、これからちょっとどうしようかっていうところをチームで考えてるっていうところですね。あ、はい、あのね、のっけから申し訳ないけどね、その映画の説明というか、もうそっから告知みたいになってますけど、どんな映画でね、どんな思いで作られてるのかね、はい、一番やっぱ流れたんで、せっかくなんで、はい、お聞きしたいなっていう。あ、ありがとうございます、はい、タイトルがアウトサイダーと言いまして、はい、で、あの今までその私5作作ってきたんですけども、はい、ですね、今回ちょっと初めての試みなんですけども、はい、あの共同監督といって監督が2人います。うーん、はい、で、まあ、もう一人中村翔っていうやつなんですけども、それがあの、ですね、映画の私ワークショップ通ってまして、はい、でその時の同期なんですけども、うんうん、そいつがですね、ちょっとある日ちょっと飲みをあの悟ってきましてですね、うん、はい、こういう映画を作りたいなと、はい、で脚本バーンって渡してきまして、お、はい、お、珍しいじゃんと思ってまして、でそれ、その、中村がですね、以前じっちゃんちって言って、あのおじいちゃん、おじいちゃん愛を描いて、おじいちゃん愛っておかしいですね、うん、おじいちゃん大好きなお孫さんが描いた映画ってことですか。あ、まあちょっとそんな感じです。違うかい、今鳴らそうと思ったのに、バツバツバツないよ、ブーがないよ、バツないから、まあ、テーマはおじいちゃん、もうタイトルもじいちゃんちなんですけども、はい、まあ、一番のメインテーマはおじいちゃんの家をぶっ壊しようっていう映画なんですね。全然逆おじいちゃんの愛が動いちゃったの。ぶっ壊すって言っても悪い方のぶっ壊すじゃなくて、あの解体しちゃうんですよ、おじいちゃんの家。はいはい、はい、で実際にその中村翔のおじいちゃん家を解体するから、これはちょっと映画になるんじゃないかというところで、ほう、そう、おじいさんとあと孫を描いたっていう、そのヒューマン系の映画だったんですね。はい、なのでちょっと私そういったあの、まあ、ヒューマンよりかはホラーだったりですとか、あの SF だったりですとか、そういう作品が好きなので、ちょっと中村が持ってくる映画は僕よりではないかなと思ってたんですけども、はいはいはい、そう、そしたらですね、アウトサイダーといって、あの人結構近未来の話なんですけども、あの人間が生まれた頃から感情をなくしているっていう、はい、あの今回テーマなんですね。深いですね、はい、そう、深いんですよ。で私ちょっと学がないので深い脚本は書けなかったので、深い、そう、長村は結構その、まあ、塾の講師をしてるんですけども、映画撮ってる方らで、かなり哲学的なあの作品になっていて、はあはあはあ、で今回脚本が中村を書いて、で私があの作品の、撮影ですとか編集ですとか演出、演出は共同でやってるんですけども、それであの成り立ったアウトサイダーっていう映画でございます。これは時間でいうとどれぐらいの時間、はい、実際 の流れる時間というか、はい、あ、尺は30分、約30分、はい、そうですね、短編になります。はあ、そっか。でもそれ実際その、はい、まあ編集とかやりたら切りないと思うんですけど、はいはいはい、裏側でいうとどれぐらいかかるものなんですか、はい、もちろんね、その、うんうんうん、まあ、とりあえずジャンルだったりとか、はい、まあ、どれぐらいこだわるかとか、ロケ地とかの兼ね合いもあったりするんで、はい、一概に言えないと思いますけど、今回どれぐらい時間を要する、うんうん、はい、結論から言うと時間はですね、結構撮り直しとかを加えると1週間ぐらい、1週間かかりましたね。そうなんです、あの今回その感情がもともとないので、はい、その生まれてきて感情がない子たちに感情を教える学校に通うっていう内容なんですね。深っそうなんです、めちゃめちゃ深いんです。 EQ ですね、 EQ、 エモーショナル、そうです、はい、エモーショナルな感じです。はい、なので舞台が学校だったんですよ。ああ、それで学校を作ったんですね。そうです、はい、そうです。で結構学校1棟丸々借りたので、おー、それがですね、約1日かけて学校のシーンを撮り終えて、はい、もうすごい押したんですけどね、撮り終えたのがもう深夜の4時だったんですけど、深夜の4時、もう朝になっちゃう。そうです、そうです、うん、であの本当に俳優さん女優さん含めてあの一生懸命やっていただいて、で学校以外のシーンもあるんですね、はい、なのでそのシーンは別日で撮って、うん、スタジオで撮ったりですとか、うん、あとエスカレーターを借りたんですよ、企業の。
おお、はい、エスカレーターどこだっけな、どっか六本木あたりなんですけど、そこも半日でエスカレーターシーンを撮ったりですとか、うん、かなり時間がかかりました。そう、逆に今話せる範囲の 見どころなんか、うん、見どころですね。そうだな、本当に番組のインタビューだってますなってありがとうございます。はい、見どころはやはり役者さんの演技が一番見どころかと思ってまして、でなぜかと言いますと感情がないんですよ、うんうん、はい、感情がないので例えばセリフとかも棒読みと感情がないって結構紙一重だと思うんですよ。あ、はい、確かにそうなんです、そうなんです、めっちゃ今すごい分かってくるんですよ。今想像したらそういうことかって、はい、そうなんです。で今回メインが4名の役者さんが出てるんですけども、はい、その役者さんが一番苦労したっていうのがやはりその感情のないところをどのように演技をするだったりですとか、うんうん、そこが一番難しくてですね、で終盤になるとその感情がこう生まれてくるようなシーンも出てくるんですね、はい、まあ、学校に通ってるからこそね。あ、そうです、そうです、はい、で感情をこう教えられる、例えばこう嫉妬だったりですとか愛情だったりですとか、そうなんです、そういうの授業項目にあるんですけども、で肩上がっちゃってびっくりしてグイグイね来ていただければありがとうございます、はい、で最後にその感情が生まれた時に泣くだったりですとか、うん、はいはいはい、なので人として初めて泣くシーンがあるんですよ、うん、でその時にどういう風に泣くだったりですとか、そっか、人生初の泣くですもんね、はい、うん、感情を覚えたみたいな、これがそのシーンやばいね。それはもうエヴァンゲリオンですよ、水島さん、綾波レイです、そういう時どういう顔したらいい、はい、笑ったらいいよってやつですよエントリープラグの中で、ね、はい、はい、なるんでそれも大事ですよねそうです、ちょっと綾波レイだと思っていただいて、はい、はい、すごいですね。だから実物でやると思うとね、まあ、もちろん、ね、感情で喜怒哀楽の演技ももちろん簡単ではないと思うんですけど、うん、感情がないって難しいですよね。難しいと思います。ね、なんかその例えば13の母とかもそうですけど、なんかそういう自分が経験してない子、例えば自分が子供いないのにお母さんの役演じるとかだったら、うん、なんかイメージするものあるじゃないですか、うん、でも感情のない人ってイメージしづらいじゃないですか、この世に、まあ、いないって言ったら、まあ、いないと思うんですけど、うんうんうん、結構表に出さないではあるんですけど、感情はない人っていないじゃないですか、うん、それをなんか、ね、イメージして、それも多分あの監督さんだったりが思う感情のない表現と、うん、役者さんの思う感情のない表現、うん、各々違うと思うんですよね、うん、だからそこのなんかこここうなんじゃないのみたいなの結構あったんですか、そういうのはないですか、ね、その役者さんとの。そうですね、うん、結構映画を撮ってる時に、はい、やっぱり役者さんが実際に本を読んでいただいて、はい、一番最初って本読みっていう過程を踏むんですね、はいはい、で例えばその監督だったりですとか脚本家が意図してるところと役者さんに台本を渡しして、はい、覚えていただいて、その初めてこう家から出す時って多少のプラマイとか出てくるんですよ、誤差みたいなのが、うん、はいはい、その時に本読む時にこうすり合わせをするんですけども、はい、やっぱりその本番ってなるとその本読みになってきた時の感情とまた違ってしまったりするんですね、うん、あ、はい、本読みって例えばこういう会議室とかでやるんですけども、はい、実際にやっぱ学校で、うん、役者さん同士が衣装を着て仮面をかぶってってなると、やっぱりその時のパッションとか全然違うので、なので最初こうテストをかけてその後に本番をやったりするんですけども、その時にやっぱりその俳優さんだったりですとか、うん、もう一人の脚本の人たちがその時変える時とかもあるんですよ、うん、その場その場で、はいはい、なのでその時に役者さんとのこうなんだろうな、改めてこう話し合いだったりですとか、うん、コミュニケーションを取ってやはりいいものを取っていくっていう一つのこのステップはめちゃめちゃ難しいと思ってます。まあそうです、別に感情あるない云々ですもんね、うん、そうですね、なんか各々の考えがあるでしょうし、はいはい、別になんか正解正解ないと思うんですよね、その役者さんが思う例えば喜びと、うん、で監督さんが思う喜びととか、うん、脚本家が思う流れとかいろいろあると思うんですけど、はい、そう思うと本当になんか一つの作品で作るのになんかいろんな方の背景が見えるっていうのは深いなっていう、ね、いろんな人のね関わりがあって、うん、すごい世界だよね、うん、まあ、私はね今やっぱまあ
在宅ワークとか、まあ、大体も仕事中は見れないと思うんですけど、まあ、自宅でお仕事とか、あとはまあ、ね、コロナ禍であんまり外出ないっていうところで、結構映画とか見る、ね、機会もすごい増えてるじゃないですか、はい、ね、だからやっぱそういった中でね、なんかいろいろとなんかどういう観点で見たらいいんだろうと思いますけど、感情移入しすぎて途中から泣いちゃうとかもあるじゃないですか。あります。そういう映画だったらいいんじゃない。まあそうですよね、感情移入。逆にあの作る側からしたらどういう目で映画見るんですか。普通にだから無で見るのか、はい、なんかちょっとあこここに撮るんだとか、あこういうこここのロケ地だろうなみたいな、わかんないですけど、はい、それ違う見方とかあるんですか。もう完全に違います、はい、そういう時は。違いますね。あの私が映画撮り始める前の見方と今の見方ってやっぱりおっしゃる通り違ってですね。あ、そうですか。そうなんです。で一番違うっていうところですと、はい、あの分かりやすいのが、例えば日本映画あるじゃないですか、うん、はい、日本映画でクレジットって細かく見たりしますか。最後のエンドクレジットって、あ、誰が何衣装さんかどうのかって、はいはい、カードじゃないよ。エンドロールで、エンドロール、エンドロール、エンドロールです。はい。エンドロール。一瞬で何の支払いかって思っちゃったよね。そうですね。あのごめんなさい、僕もクレジットっていうのが正しいか分かんないですけど、全然昨日終わった、はい、エンドロールです。エンドロールですね。クレジットなんですけど。はい。それをなんですか、ごめんなさい。そうですよね。はい、そうですね。エンドロールって映画に携わってる人たちの名前が全部載ってるんですよ。そうですね。はい。はい、ね、まあ、最初の方は例えばあの有名な役者さん出てくるじゃないですか、はいはい、A 太 B 太 C 太みたいな感じ で、はい、でその後にあの、まあ、制作だったりとか衣装だったりとか、あと場所だったりですとか、エキストラの方々あるんですけども、あやっぱ見てるとどこで撮ったんだろうだったりですとか、はい、どこの美術使ってるんだろうって気になってしまうんですよ。あ、やっぱりね。そうなんです、そうなんです。そうするとクレジットに全部アンサーがあって、はい、例えばすごい印象的なカフェがありましたってなって、あこのカフェで撮ってみたいなってなるとクレジットに絶対書いてるんですよ。そうですよね、提供してくださった、はい、ABC 喫茶店だったりですとか、はい、なのであのエンドロールをすごい見るようになりました。あ、うん、私たちにはないね、それ。ないですね、うん、下手したら帰る人もいますからね、エンドロール。確かに。そうですよね、映画館だともうスッて立ち上がってね、そう、帰っちゃうから。名探偵コナンとかだと終わった後にちょっとあるんで、うん、逆にね帰れないのがあるんですよはいはいはい、そうあるじゃないですか、結構なんかその後みたいなのがあったりします。あります。これもう帰っていいのかなみたいなありますけどね、ありますよ、こういうやつでしょ、周り見て帰ってるなみたいな、最近のマーベル映画だと、はい、むしろそのエンドロールの後に一番面白いシーンがやってたりするので、あーマーベル系は絶対帰らない方がいいっていうのがあります、マーベル好きにとって。あ、そうなんだ、はい、マーベル好きですか。うん、あ好きです、好きです、マーベルと分かります。分かんなかったんですよ。そうですよね、クエスチョンがあのアイアンマンとかスパイダーマンとか、あーそのくぐり、アメコミ、あそうです、あのジャンプとかマガジンとかそういう、あ、はいはいはい、コミックのくくりです。 ありがとうございます、はい、ほら女性で分かんない人いるかなと思って。あ逆にね、そうですね、気使ってくるよね。何かなーって、あ演技、うん、そう分かんないかな、 MC の鏡ですね。すごい演技もできるんだ、ありがとうございます。ありがとうございます。立たないからね、それやめて、上がらないんですよ、上がんない上がりたくなさそうだったみたい、ね、演技じゃねえだろって我慢しましたね、はい、そうすいません、生い立ちを飛ばしちゃってめちゃめちゃインタビューしました。あ確かに確かにそうだ、生い立ちの話でもね、直近でやっぱね、はい、その作品作った、うん、そういう思いもあるわけじゃないですか、はいはい、やっぱり聞きたい、お聞きしたいですしね、うん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 、あともう一個いいですか、めちゃめちゃアドリブで申し訳ないんですけど、それこそだからその30分の尺と2時間の尺とかって、はい、まあ、もちろん作品にもよると思うんですけど、どっちのが撮りやすいとかってあるんですか、はい、短編でもいろいろあるじゃないですか、15分だったりとかするし、はいはい、そうですね、30分は30分の、はい、2時間は2時間の難しさがそれぞれあります。はい、で映画を作るにあたって、はい、最初やらなきゃいけないのがあの予算組なんですね、うん、あそうですよね、はいはい、お金がないと作れないので、はい、なので予算をこれだけ用意できるからこれだけの尺ができるっていうのがあるので、まずはそうですね、あの金額というか最初のこう、うん、ね、あの予算で決めます。はい、で例えば30分尺になると、あ今回のアウトサイダーどれぐらい予算かかったっていうのはちょっとあの現実的な話なのであんまり全然はい避けるんですけど、まあまあかかってます、まあまあかかってます、はい、
なのでこれが例えば2時間枠ってなると、うん、それかける4になるので、うん、多分すごい金額がかかってしまうのです。あ、はい、で逆に撮影時間も1週間かかったっていうのがそれかけ4になるので1ヶ月とかですね、1ヶ月かかります。でプラス編集とか、はいはい、カラーグレーションっていってその色の具合を変えたりですとか、カラーグレーションね、はい、なるので、カラーグレーよくご存知です。カラグレ言いたかっただけだよね。カラーグレーっていうのは幼いからね、ガイタレみたいな感じです。ちょっと違いますけど、全然違うこと言わないでください。尺ないんだから。そうですね、はい、まあ大変です。やっぱけど、うん、やっぱ2時間となると2時間の方が大変です。あ、それだけいろんな人 の, 時間を使う、うん、お金も使う、まあ、そうですよね、確かに、ので大変ですね。さんのお支払いもそうです、そうです、そうです。だから自主映画ってなると 1時間がやっぱ限界かなっていうのがありますね。いや、そうそう、だからそういうのもなんかやっぱ逆に長3時間とかもあるじゃないですか。やっぱそうなるとね、はい、まあ、SF とかだともう超大作って感じで ね、何十億とかね、はい、かけてると思うんですけど、うんうんうん、なんか相場がわかんないからね。そうですね、見てるこっちはね、な変な話ネットでそういうのを使えばもう安く見れるでしょうし、うん、まあ、映画館に行ってもじゃないですかね、はい、1000円2000円の話なんで、はい、いや、そう思うとね、時間もかけてっていうところだと、うん、なんかきっかけはなんでそこをやろうと思ったんですか。 今から追い出しはい、あ、追い出し3分だけ、3分だけね、なんで映画を、わかりました、うん、です僕最初ずっとサラリーマンをやってまして、うん、はい、はい、サラリーマンをやってまして、で、映画を撮るってなったきっかけ、大きなきっかけが2018年なので4年前か、はい、4年前になります。はい、はい、これがずっと私も何だろうな、映画は好きだったんですよ、はい、映画は好きで仕事にしようとか思っていたんですけども、うん、最初は作るというよりかはその映画をこう知っていただく宣伝とか配給のお仕事をしたいなと思ってたんですね。例えばそのハリウッドからこういう大作を自分が気に入ったから買い付けて、はい、で買い付けたらその後日本で流さなきゃいけないので、はい、まあ、こういう劇場に流そうだったりですとか、で流すことが決まったら宣伝とか告知をしなきゃいけないじゃないですか、うん、はい、SNS だったりとか、はい、CM 打ったりとか番組打ったりですとか、はい、そういう仕事がちょっと興味あって、はい、実際にその関連のワークショップを通ってインターンとかもやってたんですけども、はい、まあ面白くなくて、あ、そうなんです。まあ、もちろんすごいいいお仕事なんですよ、まあ、もちろんね、はい、必要とはされるそうですね、そうなんです、はい、僕の価値観とか感覚だったらちょっとこうやっぱ作る方の方が楽しいのだなと思ったんですね、はいはい、でちょっとその大変な仕事だし、そんなにお給料もいい方ではないんですけども、やりがいがめちゃめちゃあるんですね。あ、はい、どういう SNS にしようだったりですとかだったんですけども、じゃあいざやってみて、僕もこうすぐやってみたいことは行動に移して、でそれで違ったら違うんじゃないかっていうジャッジする人間なので、うん、やってみてもう違ったと思ったらいいやと思って、映画からも見る方でいいやって思ったんですよ。うん、そうなんです。でいろいろこうやってたんですけども、2018年にちょっと家庭内で不幸がありました、うん、はい、はい、ちょっと母親が病気で亡くなったんですけども、でその母親がですね、結構そのなんだろうな、病気になってでそんな期間も空かずに亡くなってしまったので、多分やりたいことだったりですとか将来設計とかいろいろあったと思ったんですね、はい、だけども行きたい行きたいと思って亡くなってしまったので、人間っていつ死ぬか分かんないなと思ったんですね。はい、はい、で私のこうちっちゃい頃からの夢で、あ、すごい幼少期に戻るんですけども、はい、すごい小さい頃からずっと映画を見てました僕は、はい、これぐらいの時から、もうそうです、これぐらいの、はい、これぐらいのこれから洋服とか大変だったんですけど、大変ですね、リカちゃんに言うそうです、そうです、すいません、ちょっと話しちゃったな、尺ないよ、尺ないよそうです、はい、父親が映画好きもあってそれの影響で、はい、なんだろうな、伝え、今は考えられないんですけど、伝え当時ビデオだったんですよ、うん、VHS って言って、わかります、はい、はい、ビデオデッキに入れて見て、うん、でそのお父親がこう映画見たいって時に、じゃあゆうたちょっと一本映画借りてきなよって言って、うん、そのタイミングすんごい嬉しかったんですよ。あ、そうなんです、なんかちょっと大人の世界にこう入ったような、
それ大人の。あ、違いますよ。あ、カーテンの先で。あ、じゃなくて。意味違うじゃん。びっくりしちゃった。急に。そうですよ。さっきまですごい。こんなちっちゃい子がカーテンで、ね、もうくぐれるのもそのまま。むしろ下で行きますから。カーテンの下で行きます。そうです、そうです。くぐる必要がないっていうね。取れないじゃん。取れないよ。取れないよ。取れないよ。そうです、どうやって撮るの？そうですね、はい、でその頃からずっと映画を見てて、はい、でもあれですよ、もうシュワルズネッカーとかシルベスタストローンとか、はい、ジャッキーチェーンとか、はいはいはい、そういうこう少年がね、 RB バックね、 RB バックです、はいはい、そうですね、はい、ターミネーター2ですね、はい、はい、でその頃からすごい SF とか、はい、あのホラー映画とか好きだったんですけども、うん、であの大人になるまで死ぬまでに自分の映画を一本絶対作りたいと思ってたんですよ。その時から、そう、ちっちゃい頃から。すごい。そうなんです。そんなこと思わないですけど。そうです。主演はナタリー・ポートマンを迎えて、はい、でいずれナタリー・ポートマン結婚すると僕思ってたんですよ。その頃じゃ何歳だったんですかねみたいな。こんな。今はもう、今はだって、じゃ今はだって40代の主演ナタリー・ポートマンも多分。そうですね。ね、当時僕、そっか、20代だとかですね。あ、でも20代なんだ。20とか10代とか。20代の時は言ってもらってたんですよ。すごい成長期ですね。そうですね、入道期だと思って、ね、何食べたんですか、ね、すごい続いてる。そう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 ですよね。それであの母親が亡くなって、うん、であの、まあ、ずっと悲しかったんですけども、うん、あの、まあ、いい機会だと思って、うん、映画の作るワークショップに通い始めたんですよ、うん、はい、4月に亡くなったので10月から通い始めました、うん、10月のコースしかなかったので4月からやりたかったんですけど、うん、もうすぐやりたかったんですけど、うん、でそこで1年間基礎みたいなのを学んで、うん、で、そういうところって何が大きいかっていうと、あの同志に出会えるんですよ。ああ、はい、そうですね、はい、映画を志す人たち、うん、はい、でその中にも、まあ、ちょっと映画作りたいなっていう子もいれば、うん、ガチで映画監督になりたいんですって子もいて、うん、でその中であの切磋琢磨して作ってるんですけども、なんか僕30だったんですけど、30になってこんなソウルメイトに会えるとは思わなかったんですよ、はい、30になっても今すごい親友になってます、うん、そのメンバーが、うん、なかなか作れなくないですか。確かにね、うん、なんか学生時代とかだったらね、同じ中学校でとか、うん、地元でとか分かるんですけどね、うん、30歳になったらね、うん、はい、やっぱ大人でちょっとね、ちょっと無意識に壁をね、作っちゃったりね、しちゃいますけど、ね、そうですね、はい、ちょっと巻きで話すんですけど、すいません。で、それで通い始めまして、はい、でサラリーマンをしながらずっと映画を作ってました、はい、土日を活用しながら。で、2019年か、卒業してから映画をちょくちょく作ってるっていう感じでございます。急にこの3年間、急になりましたね。2018年めっちゃ長かったですけどね。はい、18、19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 
でね。確かにこの調子だとすごい2時間ぐらい2時間コースだと思うんですね。まあでもなんかアウトサイダーの話をしていただいて、はい、逆に僕が聞いちゃったのもあるんで、はい、ということでですね、はい、まあいろいろあの逆に QA もあるんでこちらからの質問とかも、ね、あるので、じゃあ曲紹介お願いします。はい、はい、まず1曲目はですね、ヒステリックブルーさんのグローアップという曲なんですけれども、その前になぜこの曲を選んでいただいたかはちょっと聞かせください。はい、あの短くお話しますね。あの幼少期の話でちょっとあの話したんですけども、幼少期からですか。そうそう、突っ込むが長くなるの。端的に言います。端的に、はい、端的に言います。あのホラーが大好きなんですよ。はい、はい、あのジェイソンとか見て育ったので、うん、であの学校の階段って知ってますか。わかりますよ。わかります。テケテケとか。わかりますよ。めちゃめちゃトイレの話。そうそうそう、めっちゃ怖かったですよ。昔前田亜希って女優さんが出てた、あの学校の階段、そうそう、ショートカットの、はい、そうですそうです。前田愛ちゃんがあの歌舞伎役者の奥さんですよね。まあいや、そうですよね。で、学校の会って夏休みにあの劇場でやってたっていう、僕らの世代だと多分誰しもが知っている映画なんですけども、実は学校の会なんてアニメもやってたんですよ。へえ、それ見てたよ。見てました。あ、さすが。中学校か高校の時だからもうかなり10年、20年前。アニメあるんですか。そう。久々に。土日と7時とかにやってたんですよ。へえ。そう。それの主題歌です。ああ、はい、なるほど、はい、それでなんですね。じゃあ思い出の曲だね。です。学校の階段のホラーの話をこうつなげたいために、うん、そして僕もヒステリックルブルーが大好きだったので、あ、なるほど、はい、それで選んでいただいた。今ブルーじゃないですもんね。今ブルーじゃないです。今もう、はい、
ハッピー、ハッピー、ハッピーです。はい、イエローの方です。イエローの方です。はい、承知しました。では1曲もう流していいですか？そうそう、はい、はい、それではですね、1曲目、ヒステリックブルーさんでグローアップです。どうぞ。君の目が全然なんか開いてない。何してんの？大丈夫だよ、気づかなかったから。本当ですか？大きさ一緒だよ、マジですか？前向きに行きよ。いつもならパッチリ一人なので、ね、そうですね、今日パッチリじゃない一人でしたね。いや、いつも変わんないから、はい、本当ですか、うん、びっくりした、本当時間ないんだから。はい、すいません、はい、あの、ありがとうございました。ありがとうございます。1曲目、懐かしの曲お届けしましたね。懐かしいですね、はい、なんか聞いたことありました？全然ありました、うん、むしろサビ分かるぐらいですね、うんうん、もう解散しちゃったんですよね。寂しい、寂しい、うん、全然知らない。解散しちゃったんですか？そうっす、だいぶ前に、だいぶ前に、うん、その意味が分かんない。じゃあね、この流れで質問コーナー行きましょうかね。はい、はい、します。ちょっとたくさん聞きたいことがあるんですが、はい、やっぱり映画監督されてらっしゃるということで、はい、おすすめの映画を教えていただきたいんですけど、うん、あの、こういう場合、こういう場合ってちょっとあるんですが、ジャンルでね、こういう時はみたいですね、うんうん、まずそれお伺いしてもいいですか？はい、はい、まず個人的に可能性が広がる映画、タイタニック。やめてよ、もう何の可能性広げますか？何し、何沈没。いや、まあ、広げたいだけでしょ。なんかボケようと思ったんですけど、タイタニック出てこなくて。あ、そうなんだ。はい、それこそ浅野、すいません。あの可能性何よ。いや、わかんないですけどね。可能性も、可能性っちゃ可能性、ね、女性の強さですよね、やっぱり ね、うん、ね、亡くなる時ね、やっぱり最後の女性、うん、交換してくれればね、長生きできたんですけどね。うん、私もそれいつも持ってるよ。そうですね、うん、ダメ、そうだよ、うん、そう、沈んでいく。そうそうそう、一応頑張ったんですよ、二人こう、ね、乗ろうとして。そうですよね、じゃあ交換すればいいね。一回沈んで戻ってくる。あ、そういうことか。そういうことか。寒い、大丈夫って。なるほど、なるほど、みたいな感じだった。なるほど、ガッチガチに凍ってましたね。ガッチガチに凍ってたんで、ごめんなさい、やめてやめて。話笑わないで、本当にびっくりした。じゃあ可能性が広がる映画、あの、教えていただきたいんですけど、何かありますか、はい、タイトル。今日のクール電車の中で考えてました、ですね、ロングショットっていう映画がありまして、はいはい、これが、なんていうんですかね、逆シンデレラストーリーなんですよ、内容が。へー、はい、よくあるこうシンデレラストーリーってあると思うんですけども、はい、ジャンルは何系ですか？ジャンルはあとコメディとロマンチックコメディみたいな感じです。
ラブストーリーっちゃラブストーリーなんですけども、はいはい、あのシャーリーズ・セロンっていう女優さんと、はいはいはい、あとは、セス・ローゲンっていうちょっとヤギみたいなあの、はい、コメディアンみたいな俳優さんがいるんですけども、シャーリーズ、あのセス・ローゲンが記者なんですね、はい、で記者で正義感だったりですとか、はい、あの突っ走っちゃう人間なので、なんかこう正義を追い求めて、あのちょっとやりすぎちゃうんですよ、記事とかも、はい、あんまり言っちゃいけないことを書いちゃう、あ、はい、あ、そうです、そうです、書いちゃって、でちょっとこう度が過ぎちゃってクビになっちゃうんですね。そうなんです、そうなんです、この方か、はい、あ、そうです、そうです、でクビになっちゃって、でなんかその友達にクビになっちゃったから、こうパーティーをこう誘われるんですけども、そこであの国防長官をやってるシャーリーズ・セロンに出会うんですよ。でこの2人の関係が昔、セス・ローゲンのベビーシッターをシャーリーズ・セロンがやっていて、でなんかちょっとファーストキスとかもシャーリーズ・セロンなんですよ。そうそうそう、で大人になった今でも密かにこう恋を寄せていたんですけども、うん、大人になってからあの出会って、うん、で、あ、久々ってなったんですけども、うん、あの国防長官って結構スピーチとかするので、スピーチ原稿書く人が別にいるんです、あ、はい、でちょうど無職だし、あのセスローゲンにお願いできないかって言って、うん、スピーチの代行するっていうところでいろんな各地にこう飛んでくんですよ、うん、でなんだろうな、セスローゲンってすごい正義感だったりですとか記者だったりとかまっすぐなので、それにこうどんどんこう惹かれていって、うん、国防長官とあの無職のセスローゲンがうまくいくっていう話で、もう可能性しかないです。へえ、面白いね。そう、なんか最近こう女性が強いだったりですとか、はい、あの女性が活躍するあの映画が増えていて、シャーリー・セロンが今回制作もやってるんですね。あ、そうなんですか。そうなんです、そうなんです。なのでかなりあのなんで精力的にも、あの監督はまだやってないんですけども、結構ガシガシ制作もやってる女優さんで、かなり好きな女優さんです、ね、かっこいい、めちゃめちゃかっこいいです。そういう方はぜひ見ていただけたらっていう感じですね、うんうん、はい、次にこのままいっちゃって大丈夫ですか。はい、どうぞ、どんどん行きましょう。女性が頑張ろうと思える映画、はい、教えてください。はい、これがですね I Feel Pretty という映画でございます、はい、はい、うん、あ、ご存知、はい、あ、うん、この間見た、めちゃめちゃ見た、いいですよね。語りますか。あ、大丈夫です、語ってください。めっちゃ自己肯定上がるし、その女の子で自信ないっていう子は見た方がいい、うん、アイリルプリティって誰ですか、あの太ってる子ですか。そう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 、あ、知ってますか、はい、あれめちゃめちゃ僕も見ましたことない。じゃあ話が早い。お世話になった社長さんも、そうなんだ、これを見なさいって言って、映画をめちゃめちゃ詳しく、うん、本当に何十本も見られてる方が、うん、あのこれおすすめだよっていうのを教えていただいて、うん、それ出ますかね、うん、この間出ます、ね、I feel pretty、はい、うん、はい、これがもう端的に言うとですね、ちょっとその体格が良くて、うん、自信がない女性がいて、はい、でまあ、自分のルックスにこうコンプレックスがあるので、うん、すごい自信がないんですよ、うん、はい、そうですね、そうです、でまあ仕事とかも恋愛とかもうまくいかなかったんですけども、自分を変えるためにジムに行くんですね、うん、でジムでちょっとなんか頑張ろうと思って転んじゃうんですよ。で頭を打って、でいざ大変だってなって、まあその頭とかの怪我は大丈夫なんですけども、うん、でちょっとその打った後に自分の鏡を見るともう絶世の美女になってるんですよ、うん、もうスリムになって、うん、顔とかもイケイケになっていて、うん、で、あ、私ちょっとなんか変身したわみたいな、うん、でそれだけ聞くとめちゃめちゃフィクションなんですけども、うん、実は、まあ、ちょっとなんか頭の回路の問題なんですけども、うん、あのその人のビジュアルだけ変わっていて、うん、第三者の目線は全然その主人公のまんまなんです、うん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 、なんですけども、それで映画終わると思いきや、その女性がもう自分が絶世の美女になっていくので、うん、私は美女だみたいな、そうするとあの自信がついてくるんですね、うん、で私だったらできる、これまで私だったらできないのが私だったらできるだったりですとか、あの別にその美女が偉いってわけ、美女が偉いですとか美女がすごいってわけじゃないんですけども、自分のその考え方が変わると結構その行動だったりですとか結果とかっていうのがどんどん変わっていくよっていうのを分かりやすく説明している映画になってます、うん、めっちゃ分かりやすいです、すごい爽快な感じになる、うん、うわ頑張ろうってなる、なんか見た後、そうなんです、うん、めちゃめちゃいいですよ ね、 なんかでもそんなことあるかと思うけども、うん、そんなことあるんですよ ね、 結局ね、ポジティブ足りないじゃないですか、ね、いやマジで、でも ね、 ね、その恋愛もそうですし仕事もね、うん、なんかあんだけね、でそれ自分自己主張できるよ、ね、だから皆さん多分ね、そうそう、意外とその自分の中で思ってること結構主張できない方多いじゃないですか、うん、こう思って特に女性が多いみたいですね、結構我慢されてる方多いみたいで、私も相談受けること多いもん、うん、女性から、そうですね、うん、だからでどん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 発信していくって言えば、今 SNS をね、う
通じて、まあねまあ、皆さんの迷惑にかからないようにね、うん、発信はしてほしいですけどね、うん、今どんどん時代も変わってるんで、うん、そうですね、はい、どんどんね、これを見て、はいはい、前向きにポジティブに生きようと、はい、いう映画になっているということです、はいはい、そしたらゼロからスタートして成功した映画、はい、これはですね結構有名な映画でございまして、シェフ三つ星、うん、なんだっけな、トラック始めました、はい、そうです、まあ、シェフです、はいはい、シェフです。後のやつは日本のやつなのでちょっとあんま覚えてないです、うん、はい、これがジョン・ファブローっていうあの俳優さんが、俳優も監督もやっております。でジョン・ファブローはマーベル好きの方だったらご存知だと思うんですけども、うん、アイアンマンの側近のハッピー役の方ですね、うん、ちょっと体格のいいおっちゃんなんですけども、話がですねすごい三つ星を取ってるようなレストランのオーナーシェフでございまして、でこれがですね評論家が来るってなったんですけども、うん、一回こうディスられるんですよ、こんなお、うん、なんまたこれ出されたのかみたいな感じで、でその後にちょっとなんか行っちゃってるよってなって、私が本気を出してフルコースを出すからってなったんですけども、うん、その、オーナーがですねそれを拒否したんですよ、うちのコースは決まってると、あ決まってるからこれを出せ、うん、で一回出したものをその評論家にまた出しちゃったんです、うん、そうなんです。でそしたらやっぱり大荒れになってしまって、うん、でその後に息子からこう即興で教えてもらった SNS に暴言を吐いちゃうんですね、うん、ただそのシェフは SNS とかそういうのがわからないので、それがもうリツイートしまくりで、うん、炎上しちゃったんですよ、はい、でクビになってしまいまして、さあどうしようかってなっていて、はいはい、でそ の, シェフとかも離婚していてちっちゃい子供がいるんですけども、うん、仕事ばっかりで子供の相手とか全然しなかったんですよ、うん、で、まあ、無職になったからいい機会だと思って、子供の時間を作りながらフードトラックを始めるんですね、うん、で全国を回りつつ、もう腕は確かなのでフードレストそのなんトラックのメニューとかも全部うまいんですよ、うん、なんかパニーニみたいなパンをですね揚げたもので挟んですごいうまそうなサンドイッチみたいに出すんですけども、それがどん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 なんかいろんなところか始めてって、で結局ハッピーなこれネタバレになっちゃうんで、うん、はい、そうなんです、そうなんです、うん、そういう感じで収まるよ、そうです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 、シェフとしても、はい、あと家庭としても、はい、またそうなんです、一回フラット、そうなんです、うん、フラットベースになったんですけども結局はうまくいくよっていう映画でして、なるほど、だからゼロからスタートして成功したっていう映画はこれがいいよっていうことでおすすめですね、うん、そうですね、三つ星シェフをやっていながらこうフードトラックをやるっていうのはかなり勇気も必要だと思いますので、そういうとこからも力をもらいます、そうですよね、だから今ご自身もそうやって、うん、あれですか、上司と喧嘩してやめたっていうわけで、そんなこと殴り合いでしたね殴ってくれるんですありがとうございます、はい、ね、その辺もちょっとお聞きしたいからね、はいはい、独立したところ、ね、あ、そうですね、そうですね、だって、はい、ね、言ってたからですよね、つい2週間前までは一応お勤めされながらやっていたわけじゃないですか、そうです、バリバリサラリーマンやってました、そうですもんね、はい、だそこから独立っていうところで、うん、このでもこの一歩って大事だと思うんですよね、うん、なんか、それ一歩踏み出せるか踏み出せないかみたいな、まあ、人生一度きりですけどね、はい、さっきおっしゃっていたその、ね、映画撮りたいっていう夢を、うん、やっぱり、ね、人生短いしいつなんかなんか分かんないしと、うん、ところで夢を追っかけたっていうところでもやっぱりそれでもね、はい、みんな頭の中では思ってるけど実際行動を移せない方多いと思うんですけど、うんうん、その一歩大きく踏み出せたきっかけなんですか、今回やめるってなるって、うん、別に映画は作れるんじゃないですか、ぶっちゃけ作れます、はい、一番大きな理由が、はい、仲間に支えられたっていうのが一番の大きな理由だと思ってまして、はい、映画を作り始めてからいろんなクリエーターさんと知り合うことが多くなりました、うん、まあ、衣装さんだったりですとか美術さんだったりですとかヘアメイクさんの方々なんですけども、やはりなんか皆さんが苦労されてるんですね、うん、でその方も本当会社に属しながらヘアメイクをやってたりですとか、うん、会社に属しながら美術をやってたんですけども、なんて言うんですかね、いざその独立ってなるとみんなやっぱ怖かったりするじゃないですか、収入がこう断たれてしまうので、なんですけどもその一歩をこう踏むことによって新しいこうなんていうんですかね、こう見え方が違うんですって、そうなんですね、今さらっと言ってしまったんですけども、そこをこうなんだろうな、頑張ったと言いますか、一歩踏み切った人にしか見えないところがあるらしく、いやめちゃめちゃありますよ、はい、うん、で私もその
映画とかねお金がかかるのでサラリーマンやってたんですが、まあ、写真とかも撮ってるんですね、はい、写真とか撮っていてフォトグラファーこうやってるんですけども、うん、そうするとこう時間に余裕ができるんですよ、はい、でその間にあの映画のクオリティも高められるので、うん、私はあれですね、みんなのこう意見だったりですとか、うん、あとこう独立すればいいじゃんっていう言葉を、鵜呑みじゃないんですけども、みんなのこう頑張り具合を見て私もそこの仲間になりたいと思えて独立したっていうのが一番大きな理由ですね、うん、あ素直ですよねっていうかピュアですよね。だって周りに言われてね、いやいやお前は人事だろうって僕なら思っちゃうんで、はいはい、だったらお前独立してんのっていう話もなるわけじゃないですか。例えば友達もね、うんうんうん、僕も独立するきっかけは幼なじみが独立してる同級生と会って話した時にそのストーリーを話したんですよね。そのどういうふうに独立したのかと、そしたらちょっとユーマに話してあげてくれって言われて、幼なじみがその友達をお願いしてくれて会ってそいつ商売するようになったっていうきっかけがあって、だそいつはもう生っ粋のサラリーマンなんですけど、全然サラリーマンで一切何も商売も何も株も何もやってない、本当シンプルなサラリーマンなんですけど、そういう使うのきっかけで出会えたっていうのもあるんでね、うん、まあ、でもやっぱり行動あるのみだと思いますけどね、そこで行動されたっていうのはそうですね、めちゃめちゃ大事ですよそれは、うん、もちろんなんかこうすぐえいやーでやったわけじゃないんですけども、はい、まあ独立したら、はいはい、やりです独立するんだったらこのぐらいかなっていうところで、まあ、それが今月だったんですけども、うん、はい、なのでやっぱご縁ですね、僕が独立できたのも、うん、ご縁大事ですね、はい、うん、なんかご縁でお仕事いただいたりですとか、はい、定期的なお話もいただけるのはやはりこう映画監督だったりですとか、うん、いろんな方々と話してる上でなんかもらったものなので、うんうん、なんかこのままいけば大丈夫だろうっていう無駄な自信です、うん、さっきの I feel pretty ではないんですけども、うんうん、いやでもそれに尽きると思うんですよね、うん、はい、根拠ないですからね、ないです、ね、それが一番強いですよね、 100% なんてないんで、うん、はい、あ別に僕は男ですけど 100% ね、うん、はい、もうそれわけわかんないと言わないで、たまにどうやって拾っていいかわかんないけど、はい、そうだよ、尺ないって言ってんのに言いたくなっちゃうんだもんね。いや、 やっぱりもう尺な長さよりも濃さなんで、そうですね、はい、そういうこと、なかなか頑張れないよ、うん、書かないね、はい、でもね、次2曲、でも曲紹介ででも最初のサビだけ聞きましょうか、うん、そうですね、はい、はい、じゃあすいません時間も時間なので少しだけ曲紹介ですね、はい、アダム・ラビンさんのロストスターズという曲をお届けしたいのですが、簡単にお願いします。わかりました、はい、これです、僕基本的に音楽聴かない人間なんですけども、始まりの歌っていう映画がありまして、キーラ・ナイトレーとマルーン5のアダム・ラビーンさんが出てるんですけども、はい、これすごい思い入れがある映画なんですね、うん、っていうのも好きな人と見たっていうだけの映画なんですけども、はい、それですごい未だに聴いてる曲、大好きな曲でございます。なるほど、じゃあ、はい、思い出の曲ということでこちらなんですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、それでは、2曲目です。アダム・ラビーンさんのロストスターズです、どうぞ。Please don't see just a boy caught up in dreams and fantasies. Please see me reaching out for someone I can't see. Take my hand, let's see where we wake up tomorrow.Best laid plans, sometimes it's just a one night stand. はい、ありがとうございました、はい、もっと聞きたかったけどちょっと時間の関係で、うん、はい、いいところが、あちょっとだけなんか後ろでバックミュージック的な感じで流れると嬉しいな、はいはい、って思ってちっちゃめでね流れて、はい、あーすみません、ありがとうございます、あエンディングっぽいですね、いい曲だ、そうですね、今年になってからねこのバックで流れるあー最高だ、はい、あそうですね、時間もないです、いろいろね、あもうね、はい、時間がね、まあ、最後にね、まあ、バレンタインデー企画ということで、はい、はい、
あの何かね見た方とか何かあればっていうところですか、ね、ありがとうございます、はい、あの僕映画監督とかもやってるんですけども、フォトグラファーもやっておりまして、でまあちょっと営業というか告知になってしまうんですけども、あの写真ですね、プロフィール写真ですが、 SNS の写真撮影ってすごい流行ってるんですよ。その中で普段あの1時間1万5千円でやらせていただいてるんですけども、あのこの番組限定でございまして、1時間1万円でやらせていただいておりますので、ありがとうございます。はい、何かあればインスタすぐメッセージ返信できますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あっという間の50分。そうですね、話しすぎました。全然もっと聞きたかったけど、はい、ね、いやでもなんかやっぱそういう思いとか裏側って、うんうん、やっぱ作ってる方ってやっぱいろいろ思い入れがあるんで、うん、逆にねその薄いよりは全然逆にいいですね、いろいろ聞けたんで、うん、はい、はい、ということで、はい、この番組終わりとなります。今日ははい、ぜひアウトサイダーね、はい、告知の日、あの放送日が分かったらね、インスタで流していただいてと、はい、ところで、はい、ぜひ見てみてください。また来月お願いいたします。はい、お願いします。ありがとうございました。エコステチャンネルでした。ハッピーバレンタイン。